はい、こんにちは。サッパ TV です。今日はキッチン家電のご紹介です。皆さんご自宅でご飯作ったりすると思いますけど、食事した後の食器洗い面倒だなって思うことありますよね。一人暮らしでもお皿洗うの大変だと私は感じますけど、大家族になると食器の量も増えてさらに大変だと思います。そんな時、食器を洗ってくれる食洗機あったら便利ですよね。はい、とてもいい商品ありますよ。今日ご紹介する商品はパナソニックさんから発売されているこちらの食洗機です。正式名称は食器洗い乾燥機という名前になるみたいですけど、今回の動画はパナソニックさんから去年11月15日新発売された、去年って言っても今年まだ年明けたばかりなので 1,2 ヶ月しか経ってない新商品ですね。まだまだ。そんな最新の食洗機とはどんな性能なのか、ちゃんと汚れは落ちるのか、そんな気になる食洗機の性能をご紹介したいと思います。それではこちらの商品の特徴ですが、業界最薄、奥行き29センチのスリム設計、そしてリフトアップオープンドアで蛇口に当たりにくく、シンク横にすっきり置けるデザインとなっています。そして約4人分の食器24点をストリーム除菌洗浄という、洗うと同時に除菌ができる性能機能を持っています。あとは分岐水栓の取り付け不要なタンク式というのも同時に発売されているそうです。はい、というわけで本日ご紹介する商品がこちら、パナソニックから発売のスリム食洗機、型番 TSK1 になります。お値段はネットで調べてみると家電量販店などでだいたい7万円台で販売されているみたいですね。というわけで新発売のパナソニックの食洗機、スリムなのにしっかり汚れが落ちるという食洗機とは一体どんな商品なのでしょうか。みんなが求めるインフォメーション、サッパ TV。 まず最初に悩むのが設置場所だと思いますけど、設置はキッチンスペースなら基本どこでも置けるらしいです。だけど一番使いやすいところというと、給水や排水のことを考えるとシンク周りになるんじゃないかなと思います。しかし日本の住宅ってキッチンスペースそんなに大きくないと思うんですよ。洗浄機を置くことでキッチンスペースが使えなくなるというデメリットもあるので、そこを考えるとキッチン近くにラックを置いてその上に洗浄機を置くのがいいのかなと思いました。そして食洗機の設置は水道工事の必要になったりするので、専門の業者に設置を依頼する必要があります。これが工事後の蛇口で分岐線がね取り付けられています。まあ高さ、もともとの洗浄機の高さこれぐらいで、これぐらいのスペースがあれば扉が開くわけですね。こう、これが元の高さで、これぐらいの高さ、設置に悩む方おすすめですね。狭いキッチンの方とか、上に棚があったりするときに、まあ、これだけの数センチ、数十センチかな、これぐらいの開きで設置可能っていうところは大きいですね。はい、はい。これなんかロックが、あ、ここにあれが、あ、結構、こんな感じなんだ。あ、でも、これが、まあ最初の食洗機の状態ですね、中身。左右にこのプロペラ型の水が噴射されるノズルみたいのが2つついてますね。で、ここの排水口は、で、これ取り外しができます。こういうなんかバケットみたいになってて、網かな、取り外しできて、で、さらに、ここ。こうか、取り外しができますね。ここも外れますね。で、手で取り外せるのはここまでかな。あとネジがついてるのでこれ以上は手では外せません。まあ、食洗機なので食べ物の汚れとかがやはりつくと思うので、そういったこの排水する部分を掃除ができるっていうのはおすすめポイントですね。そして、まあ、付属のカゴを設置していきます。これが底面のカゴですね。こんな感じで、箸置きはこの辺に設置するみたいですね。そうですね。で、設置し終わると食洗機こんな感じになります。中身がこれよく見るとこの壁の
ところにもなんか水が出るような穴が開いてますね。これでいろんな角度から水流を当てることができるんでしょうかね。で、汚れる食べ物って言ったらやっぱりカレーじゃないでしょうかね。カレーは時間が経つと硬くなって取りづらくなったりするし、カレー自体油汚れだから結構嫌な汚れる食べ物だと思います。洗い物の敵ですね、カレーは。そしてあとはサラダ、サラダなんかも食卓には必ず出てくるレギュラーのメニューですけど、このまんまだったらいいんだけど、結構ねドレッシング、マヨネーズ系のものは油っぽいんですよね。このマヨネーズがなかなか落ちないんですよ、油汚れ。しかも結構ねっとりしてて、水流しただけじゃ落ちないんだよね。もうちょっとかけとこうか。あとは大丈夫だと思うけど、お茶とおひたし、そして福神漬け、これを食べて洗浄機で洗ってみたいと思います。うん、うわこれは汚れそう。見てほら、この白い綺麗なお皿にべっとりと油汚れがついてます。これまだ私一人分だからいいけど、これ考えてみてください。5人家族とかになってこれが5倍あったら洗うのも大変だし、汚れももっと増える。そんな時食洗機があると便利。そしてそんな食洗機がどれだけ綺麗にして手間を省いてくれるのか、普通に手洗いする手間を、それをねちょっと見てみたいと思います。これが食べ終わったお皿なんですけど、汚れていますね。でこのサラダのお皿もマヨネーズがついてますね。見えるかな。ちょっと1人分だと物足りないかなと思って、2人分の油汚れのお皿にしました。使い方はこの付属の簡単ガイドを見ると分かりやすいんだけど、この図のように並べてもらって、で準備が必要なものっていうのがありまして、焦げ付きみたいなものは落ちないみたいですね。焦げ付いたら人間の手でも落ちない時は鍋の焦げ付きとかなかなか落ちないから、多分そういったものは洗浄機でも落ちないのかなっていう。でそういう鍋の焦げ付きを落とす時は、あらかじめ準備が必要ということですね。スポンジとかでこすり落としておく必要があると。で今回は普通の食器洗いということで、このまま入れます。で食べ残しなどを取り除く。これ何かね、具とか食べた残飯っていうか、お皿に食材がまだ残ってたらもちろんそれは捨てます、最初に。で食器の洗剤を入れて、あとは電源を入れる。あとは食器の汚れに合わせて汚れレベルっていうのを選択することができます。 L2、L3、L1 って書いてありますね。汚れレベル1っていうのが食器少ない時で、汚れレベル2が食後すぐ洗う時、汚れが多い時はあらかじめ拭き取る。汚れレベル3っていうのが食後数時間後に洗う時や油汚れが多い時に使うモードですね。なので今回、ご飯食べて、10分20分後ぐらいなので、で2人分ということでそんなに量も多くないので、汚れレベル L2 でやってみたいと思います。であとはスタートするだけですね。洗うの嫌ですね。これ入れるだけでいいんですから、このままこう、これだけで OK。 だいぶ楽ですよ、これで洗えれば。これ間開けた方がいいのかな、ちょっとこんな感じで。この食べたスプーンやお箸、こういう向きなのかな、こういう向きか。コップはこうか。マヨネーズもこれ汚れてますよ。2人とかだったら余裕だね。3人でもいけるかな。これこんなんでいいかな。で食器はこんな感じに入れました。この説明書にも、食器用洗剤の入れ方、底面に洗剤を置いてある写真が貼ってあるので、この写真の通りに洗剤を置くという感じですかね、使い方。場所的にはこの辺。
この下で、これお試し用で今回ついてきたので、こちらを使用して使ってみたいと思います。これジョイの洗剤、これジェルボール、あの洗濯機のジェルボールみたいな形してんね。これとあとこれがジェルタイプ、流すやつだね、この液体のタイプ。あとあの粉のタイプも洗浄機の洗剤ありますね。ちょっと今回はないけど、まあこれはご自分の好きなタイプ選んでいただければと思います。洗剤はこれジェルボール、これなんか液体と粉末が混ざってるみたいですね。ジェルと粉末両方混ざってるみたい。こっから入れます。ほい、こんなんでいいかな。ほい、あとは閉じて、あとは閉じて、このL2っていうのは先ほど言った、まあ、汚れに対しての洗い方モード選択ですね。洗う洗浄のモード選択、これを押すとこのように洗濯ができます。それではスタートします。お皿洗いお願いします。お、なんか音が鳴った、音が鳴ったぞ。これが時間かな。洗浄機の音うるさいかなとか、どんな音するんだろうって気になる方いると思いますけど、まあ、私が聞いた感じだと壁にあの水流があの勢いよく当たってなんか音が鳴ってる、水が弾いたような音、水が壁に当たってる音はしますね。まあこれうるささで言ったらおそらく、まあ、自分がお皿洗い洗ってる時とそんな変わんない水の音じゃないでしょうかね。まあ、生活音、普通の生活音並みの音、まあ、普通の生活音ですね、レベル的には。まあ、そんなにすごいうるさい騒音というわけではありません。では2時間経ったので開けてみます。どうなってるでしょうか。オープン。汚れ落ちてる、汚れが落ちてます。もう綺麗になってるね。カレーの汚れついてない。ちょっと実際見てみましょう。これがカレーのお皿、うおー、ピカピカ、綺麗になってますよ。この通り見てください。これ今食べ終わったあのカレーが汚れてるお皿と同じ配置で並べたんだけど、ちょっと見てくださいよ。本当に綺麗になってる。しっかり汚れが落ちますね。ちょっと触ってみましょう。あ、ない、あの汚れというか油感ないですね、全然。これは綺麗に落ちてる、ぬるぬるしてない。というわけでカレーとかサラダとか食べたお皿全部綺麗になりました。これはとっても便利な商品ですね。まあ大家族でお皿洗いが大変な方や一人暮らしでもお皿洗う時間ない方とか、あのお皿洗うのめんどくさい方、ぜひおすすめです。食べた汚れしっかり落ちます。しかも水分もね残ってない、もう乾いてる。こういうグラスとかって拭いた後拭きムラとかついたりしてちょっと手入れが大変なんだけど、ムラとかもなく綺麗に水分飛んでますね。これはいいですよ。はい、というわけでパナソニックから発売されているスリム食洗機のご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。実際に食洗機使ってみた私の感想なんですけど、まあ、私今まで食洗機ってあまり使ったことなかったんですけど、今回こちらの商品使ってみて、通常お皿洗う時ってお皿洗剤つけて水で汚れ流してラックに、水切りラックにお皿を置いて水を切って、まあ自分の場合はもうそのまま水切れたらそれでおしまいなんだけど、水垢がつくのを気になる方はグラスとかお皿とかで拭いて戸棚にしまうっていう方もいるんだけど、そのお皿を洗ってから拭き終える、水分を拭き終えるまで全て洗浄機がやってくれるっていうと、
とっても便利だし家事の負担軽減につながる商品だなって思いました。まあ、本当だったら、ね、自分で食べたものを自分で洗うのが一番いいと思うんだけど、やっぱり大家族だったり面倒くさい時とかあるので、そういう時にこういう商品があればとっても心強いし、家事に時間を取られないでスイッチ一つ押せば食器を洗ってくれて、あとは自分の体が空くから他のことができるっていう、自分の時間を家事に取られることなく自分の時間を自分のために使える商品だなって思いました。まあ、1台あるとね、ほんと便利だなって感じましたね。はい、というわけでそろそろお時間の方がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。